フロレスターのペペは、イタリアのイタリア統一運動時代の軍人、愛国者である。イタリア統一運動の初期にあたるナポリ革命及び、シチリア革命で活躍した。弟は同じく、ナポリ革命で活躍した、クリエルモ・ペペ。1820年10月12日、フロレスターのペペがナポリに送ったシチリア革命政府に、関する、 報告書の原本フロレスターのペペは1778年3月4日、当時ナポリ王国の領土であった、カラブリアのスクイラーチェの貴族の家に生まれた。幼い頃より軍人を志しヌンツやテラ、軍人学校に入学し、不評連隊の騎士を務めた。1796年には、将校となり、1799年には、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍によって樹立された。 パルテノペア共和国防護のためナポリに着任した。しかし、ブルボン家の軍勢に敗北すると、パルテノペア共和国は滅亡し、ナポリ王国が復興。ペペはフランス軍にかくまわれて、そこでナポレオン・ボナパルトやジョア・シャン・ミューラに使えるようになる。この時の敗北から、先制主義を否定し、立憲革命を施行するようになる。フランス軍に勤めている間は、 1812年、ロシア戦役にも参加し生還。1815年には、ジョアッキーの一世として、ナポリ国王になったジョアシャン・ミューラ率いるナポリ王国に、ついて、オーストリア帝国と戦った。これら部君が認められ、ペペは中将に昇格し、その後両シチリア王国となって、ブルボン家がナポリを統治するようになっても、両シチリア王国軍中将として、その名誉は維持された。 しかし立憲に対する情熱は消えておらず、1820年7月には、弟のグリエルモペペと共に、ナポリ革命に参加した。また、シチリア革命により成立したシチリア革命政府と接触するため、約7000人もの軍勢を率いて、パレルモに派遣された。テルミにイメレゼで、議会や憲法やシチリア党の分離独立に関連する。 妥協的なテルミニ協定を9月22日に結び、その旨をナポリの革命政府に伝えた。だが、ナポリ革命政府は、シチリアが分離独立を目指しているのではないかという器具の元強行路線を維持し、ピエトロコレッタにシチリア島を征服させるとともに、ペペを引き上げさせた。それから数ヶ月後、ライバー派会議では、フェルディナンド一世が、 ナポリ革命政府を裏切り革命勢力を倒す、要新生同盟諸国に訴える。その結果、ナポリ革命政府はオーストリア帝国と衝突することになりそれを見越して、ペペは参謀長に任命された。1821年3月21日には、オーストリア帝国軍がナポリに外戦し、指揮官であったペペは、捕獲を恐れて逃亡。その後は、 イタリア統一を志しつつも弟のグリエルモペペほど積極的に活動することはなく、1851年4月3日にトリノで息を引き取った。ありがとうございます。